皆さんこんにちは。 NTT コミュニケーションズの青木です。本日も本社オフィスからお送りします。オフィスロケシリーズ第3弾の今回は会議室エリアとセミナールームをご紹介します。第1弾でご紹介したオフィス移転のテーマがこのエリアにどのように散りばめられているのか、本日もインタビューで聞いていきたいと思います。では早速第3弾スタートです。こんにちは。早速ですが自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは。 NTT コミュニケーションズの本田です。今日は弊社のセミナールームと会議室エリアをご紹介いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロケシリーズ第1弾の動画ではオフィス移転における4つのテーマについて話を伺いました。このエリアにはどのテーマが反映されているのでしょうか。セミナールームには1の組織や会社の壁を越えた連携を促進して価値を共感共有できる場を提供、会議室エリアには4の競争を促進するオフィス環境と働き方で次世代に向けた新しい価値を創出の要素がそれぞれ反映されています。では早速セミナールームを見ていきましょう。こちらがセミナールームです。こちらのセミナールームは社内外を問わず価値を共感共有できる場として、小規模から大規模さまざまなセミナーやセッションで利用することが可能です。最大150名の参加が可能です。価値を共感共有できる場の実現のためにどのような点が工夫されていますか。基本的な機能としてはさまざまなシチュエーションに対応できるように部屋を分割して利用可能としています。具体的には一括利用、二分割、三分割の利用が可能です。映像表示で工夫したポイントとしては、どの利用方法でも円滑に情報共有できるように図のように5台のプロジェクターを配置しています。スクリーンはガレージと同じように照明の影響を受けにくいブラックスクリーンを採用しています。音響面で工夫したポイントとしては、一括で縦方向で利用するときにスクリーンの方向から音が聞こえて臨場感が増すようにスピーカーを配置しています。またスクリーンに近い席と遠い席で音量の差が少ないスピーカーを採用しています。映像や音声だけでも様々なシチュエーションに対応するためにたくさん考慮することがあるんですね。よくわかりました。では次に会議室エリアのご紹介をお願いします。早速会議室に移動してきました。ここでは競争促進するオフィス実現のためにどのような点が工夫されていますか。はい、各会議室には複数人で手書き書き込み可能なディスプレイを配備しました。これによりホワイトボードに書き込みながら活発に意見交換するシチュエーションをデジタルでも再現しました。こんな風に書き込みが可能です。また会議室内でプレゼンターがスムーズに変われるようにワイヤレス画面共有の仕組みも採用しました。ワンタッチで発表者を切り替えることが可能です。競争促進に向けここは社外の人も含めて誰でも入れる会議室なので、製品選定ではセキュリティを考慮し本体にデータを残さないタイプを採用しました。なるほど、競争促進においてセキュリティ面での注意は重要ですね。その他に取り入れられた仕組みはありますか。会議通訳システムを導入してより効率的な会議室利用を図りました。各自の PC から簡単に予約することが可能です。受付のモニターや各会議室の部屋前端末でも利用状況や予約状況を確認することができます。予約をしていてもチェックインしないと予約が解除されて別の人が利用できる仕組みになっているんですよね。効率的な運用ができますね。はい、効率的な会議室利用も競争の促進に一役買っていると考えています。今回はオフィス移転のテーマがセミナールームと会議室エリアに反映されている様子を伺ってきました。本田さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。私たちのワークスタイル変革ソリューションではお客様のオフィス移転におけるコンセプト立案から実際の移転工事までトータルサポートが可能です。
客様のオフィス移転やリノベーションの際にはぜひお声掛けください。今回もご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。